野村鼓動五千の謎1別品さん、感情だよ。こんなに大勢いる娘さんが一人も寄り付かないのは驚いたね。せめて感情だけは取ってくれよ。 陳陳亭のスタンド前一番人目につこうという場所を独り占めにして一人の老紳士が太平落を決めておりますへえ185円頂戴いたしますそういうのは178の女給185円それは安い850円の間違いじゃあるまいね おましよになったヤギヒゲを食いそらした人の良さそうな顔を女給の鼻の先へぬっと突き出します間違いなんかいたしません百八十五円こと面倒と見て霧工場にまくしたてる女給の前へ各紙からつかみ出した金銀銅線をザラリと巻いてさあこの中から好きなだけ取ってくれあ 女級の驚いたわけその一つ紙の金銀銅線というのはことごとく古銭ばかり小判二部金一種銀天保線から文級線駒引き銭もあれば永楽銭もあるという有りより分けるまでもなく今日通用する金は一枚も混じっておりませんあらご冗談なすってはいけませんよみんな昔のおわしばかりじゃありませんか 相手が少々甘いと見たか若い女給さんなかなか負けませんこれじゃあいけないかね困ったことに今日は金がないんだもっとも金がないと言ったって無銭飲食じゃないよこのとおり巡礼おつるじゃないが小判というものはたんと思っているいけませんよ冗談をなすっちゃんそうでなくてさえ 時々西洋の銀貨や信濃の銀貨をつかまされてお帳場から叱られるんです小判なんかでいただいたらどんなことになるか分かったものじゃありませんはいすまんまことに私が悪かったが聞いてくれこういうわけだ私は古銭を集めるのが道楽でな家を出るときは十分金を持って出たはずなんだが 途中、二、三箇所で古墳に引っかかって、とうとう、この通り。私のガマ口には、明治以後のお足は一銭もなくなってしまった。はっは,っは驚いたがテーブルの古墳の上へ、空っぽのガマ口を放り出して、カラカラと笑いました。午後一時ごろ、鎮鎮亭は人の立て込む時刻ですから、この正気劇は、 たちまちま店中の見せ物になってしまいました第1喜劇の主人公なるこの古典収集家の風采が変わっております頭こそさまで剥げておりませんが5 5五6年配でヤギひげで一番贅沢な生地を一番不格好に塗ったといったようなダブダブの背広に風呂敷ほどある大きなネクタイマドロスパイプをヤニ下がりに加えております この現代人離れした風采で小判と天保船をテーブルの上へ放り出したのですから、店中のお客はわっと声を上げて喜びました。いくら銀座でも、こんな奇抜な図は滅多に見られるものではありません。お立ち合いの衆、笑ってはいけないよ。私は古戦研究会の幹事、南一太郎。画号を愛船道老人というものじゃ。 家へ帰ると金なんか馬に食わせるほどある嘘だと思ったら更新録を見なさいこう見えたって百0 0長者だ185円が何だい老人どこまで発展するのか分かりませんその時ごめんください甚だ失礼ですが隣のテーブルで茶を飲んでいた中年輩の立派な紳士 見,るに見かねた様子で声をかけましたおお何ですかな老人はぬからぬ顔をそちらへ向けます甚だ失礼ですがそのお感情を私に立て替えさせていただけませんでしょうかそそれはいかんあなたは見ず知らずの方じゃ南一太郎いまだ人の恵みは受けん 決してそういうわけではございませんいつでもおついでの説をお返しくださればよろしいのでなるほどあなたはなかなか話が分かりそうじゃよろしい185円まさに拝借いたぞ抵当は天保線が1枚永楽線がいやそれには及びません 古研究会の幹事をしていらっしゃるならちょうど鑑定していただきたいものもございます手前の宅までご一生願えませんでしょうかこれは南老人とは反対に切れ字は粗末だが下手は無類という体にピタリとあったモーニングを着て赤革のカバンを持った中年の紳士懐の鐘と目尻の微笑は切らしたことがないといった感じのする人物です 2電車に揺られながら中年配の紳士は南一太郎老人にこう話しましたそういうわけで主人が私に残したほんの少しばかりの古銭があるのです古銭の中には一枚何千円何万円にも取引される品があるということは聞き知っておりますが私はその道にかけては全くの素人で どれが値打ちがあるのやら全く見当がつきませんいきなり商売人の手にかけるよりもあなたのような有名な専門家に鑑定していただいて値打ちがあるものなら適当な値段でお引き受けくだされば私は申すまでもなくそう申しては失礼ですがあなたもご便宜ではないかと思いましたのでなるほどよくわかりましたそんな口には えて大掘り出しがあるもので私ども収集家には願ってもない機会なんで電車は2人を乗せて古い郊外の町をかけておりますところであなたのご主人というのは一体何ということですかい思い出したように南老人が尋ねます春山登ると申しました おお、あの富豪の春山さんあの方なら私もよく知っている古選収集家としても日本での第一人者じゃいや大した方をご主人に持たれて幸せだするとなんかなあなたは春山氏の何に当たっているわけかな執事とも秘書とも一切の事務を私がいたしておりました あのとおり細かいことには関係なさらない方でそうそう春山氏はお大名のように応用な人物であったなところでその春山氏は何か月も前から行方不明になっているというではないかそうですそのために数ならぬ私どもまで心を痛めているような次第で

遠いご親類の方が2人一方は若い男の方で母親と一緒に一方は若い娘さんで父親と一緒に主人の生前から同居していらっしゃいますがどちらも同じような関係の方で法律上どちらを相続人と定めようともございませんもっとも主人が行方不明になってからまだ8ヶ月経ったばかりで失踪の手続きをして相続人を決めるには ままだ少し間があります。その期間内に主人の生き死にを確かめるかそれができなければせめて遺言状を発見したいと私一人で気をもんでいる次第でございますなるほどそれはご心配なことじゃ警察の手も入ったことだろうが生きているとも死んだともその辺のことがわからないとはおかしいな ご身分の方ですから警察も全力を傾けて捜しましたが少しも手がかりはありませんその頃の新聞でご承知でしょうが8ヶ月前のある晩10時頃陽子さんこれはお屋敷に同居していらっしゃるご親類のお嬢さんですがに送られて母屋の寝室へ入ったことは分かっておりますがそのわくる朝光一郎さん これもお屋敷に同居して、洋子さんの親子と睨み合っている形になっている青年ですが、が、用事があって主人の寝室を叩くと、半ば空っぽで、主人は影も形もなかったのです。それから大騒ぎになって警察の力も借り、あらゆるなある私立探偵にも来てもらって草を分けて探しましたが、主人は寝巻きのままで、 スリッパを突っかけて出かけたらしいということと玄関の戸が開いていたという以外は何にも分かりませんおーおーそんなことはなんだか新聞で読んだような気がするよそれから一時は財産争いの関係から陽子さん親子と浩一郎さん親子に疑いがかかりましたが相続権こそ争っておりますがどちらも立派な方で。 人などを殺めるような方ではございません。間もなく疑いが晴れて、ただいまでは自然とわかるのを待つより他に方法がないということになってしまいました。なるほど、なるほど。それはお困りじゃな。ところで、あなたのお名前は何と言われるんだああ、申し遅れました。私は春山家の執事で、 道之助と申します。この時電車は急にスピードを落として停留所に入ってきました二人は電車を降りると郊外の横丁を二つ三つ通り抜けてとある森の中の素晴らしい大鉄門の中へ静かに入っていきました三 門を入ると左右の植え込み、その間を半丁ほど行くと西洋風の大玄関になります。まっすぐに入っていくと、左右の植え込みから出てきた出会い頭、ふい送って弾き飛ばされたように玄関の両方へ立ったものがあります。右は美しい娘、左は運動からしい活腹のいい青年、二人の目は火のように相打ちます。 あれが相続争いの当人たちです右は陽子さん左は孝一郎さん南老人の耳へ左京道之助はこうささやいてくれました「これ陽子何をしておるそんな泥棒猫のような男を見るものではない」植え込みからぬっと顔を出したのは頑丈作りの反白の老人 孔一郎をねめ回して、洋子の手を取らぬばかりに植え込みの方へ引き戻そうとします。何泥棒猫それは一体誰のことだ青年は思わずカッとして手に持った無知を握りしめます。見ると長靴に乗馬服りりしく少し汗ばんで、今遠乗りから帰ってきたばかりという形をしております。孔一郎さん、まあまあ。 南老人の後ろから降り立った左京道之助青年の腕をつかむようにして「いつものことに腹を立ててはいけません相手は老人と若い婦人ではケンカにもなりますまい」「それは分かっておりますがあんまりあの老人は失礼なことを言います」「まあまあそんなことはうちわ同士で解決のできることです」「今日は不思議なお客をお連れしました」 紹介しましょう。これは孝一郎君。こちらは南老人。はじめまして。やらしく。とにかく中へ入って、お茶でも入れさせましょう。三人は、母屋の裏手にある佐京道之助の羊部屋へ入っていきました。羊の部屋と言っても、さすが聞こえた大富豪の邸宅ですから。 〈その合成ぶりは並大抵の金持ちの主人では追っつかないくらいです〉〈この建物は王子型になっていて鉄筋コンクリートの城塞風の設計で正面すなわち王子型の底部は母屋で表側全部と裏の2階は行方不明になった主人春山登が使用し王子型の右翼は葉子と父左翼は孝一郎とその母が借り受け 同じ胸続きながら、語彙というと古めかしく聞こえますが、手っ取り早く言えば敵同士のように暮らしていたのでした。早速、古戦をお目にかけましょうか。椅子を進めて左京道之助が言うと、南老人は。へ、えー、どうぞ。喉から手が出るといった形で乗り出して参ります。おじは、日本一。いや、 世界でも有名な古銭家でしたから、珍しい高価な品を非常にたくさん持っているはずでした。亡くなってから見ると、ろくなものは一枚も残っていません。不思議なことがあるものです。孝一郎青年は南老人にこんなことを話しているうちに、左京は2、300枚の古銭をガラス箱に並べたまま持って参りました。どうせ大したものはあるまいと思いますが、 一応ご覧ください。おお、なるほど。手頃のがあるようじゃ。お望みならこれをみんな求めてもよろしい。千五百円くらい。どうじゃないけなければもう二三百円は出してもよろしい。えそんな高価なものですかこれが。 重厚な左京道之助も少し面食らって胴を外したようですもう少しいないかなないこともありませんいずれゆっくり拝見しようところで私は古墳の収集も一つの道楽だがもう一つ変わった道楽があるどんなお道楽ですか早く言えば、 この説はやる探偵趣味じゃ。え探偵じゃよ。シャーロック・ホームズのように、警察にもわからないような大義国が、私にはちゃんとわかるから、不思議じゃ。へ、えー、なんじゃ、疑わしそうな顔をしては困るね。私の探偵能力を疑うなら、 シャーロック・ホームズが一つの帽子や時計から持ち主の特性を目に見るように言い当てたように、私はあなたの身の上を言い当ててみせよう。私のさよう、あなたの身の上。あなたは、母親一人しかいないはずじゃ。それから、いたって馬が好きじゃな。それから、 もうたくさん乗馬服を着ていれば馬が好きに決まっていますし、母親一人ということは多分佐京さんからでもお聞きになったでしょう。えらい孝一郎さんの方が私よりはまた一段と名探偵じゃ。はは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 どうも大変な自称名探偵があったもので、佐京道之助も 思わず吹き出してしまいました。4まもなく三人は連れ立って郭一郎の住まいへ参りました。この大邸宅の左翼十数室のうち四つ五つをあてがわれて郭一郎とその母親は住んでいるのです。この方が探偵 執事と息子の浩一郎に紹介されて編み物の手を休めた母親は老眼鏡越しに南老人の顔を眺めましたこの方があの方危うく吹き出しそうになって老女は忙しく編み針を動かしますヤギひげにダブダブの洋服風呂敷ほどのネクタイに青い靴下の出る短いズボン こんなまぬけな格好をさせるにどれだけ骨が折れるだろうと思うようなとびきり上等の風采を見ると身なりのやかましい老女はつい腹の底からこみ上げてくるおかしさの始末に困ってしまったのです私が調べて分からんということはない南老人はそんなことに驚くような柄ではありません孝一郎から借りた虫眼鏡 部屋から部屋へと隅々まで調べております南さん主人が行方不明になったのは8ヶ月も前の話ですよ今頃までそんなところに何かの形跡が残っているでしょうか当時警察の方が見えてなめるように丁寧に調べた上この部屋はそれから2 4 0五十回掃除していますよ左京羊に注意されてうわ なるほど。腰を伸ばして今更感心しております。けれども、愛銭堂老人、またの名、素人探偵の南一太郎老人、そんなことではなかなかよしません。しばらく部屋部屋の壁を叩いたり、床板を踏んだり、電灯をつけてみたり、額の裏を覗いたりしておりましたが、ふと思いついたように。ところで、 春山氏の遺産はどうなっているがな。それがおかしいのです。佐京道之助、待ってましたという形で答えました。不動産には別に変わりがありませんが、非常にたくさんあるだろうと思われる宝石、現金、有価証券などが、おびただしい古銭と一緒にどこに隠してあるかどうしてもわからないのです。私の推定によると、 それは300万円から500万円の価格に上るものだろうと思いますがおあー、それは驚いたところがこの屋敷の中は専門家が半年にわたって研究し尽くしましたし銀行その他取引先もことごとく調べてみましたがどうしても行方が分かりません他に残しておいたものや保管してあったものはなかったがな 何にも。今まで黙って聞いていた孝一郎は、この時二人の弦を遮って。あります、たった一つ。あの古銭と鍵。それは何です南老人が聞きとがめると、左京羊は引き取って。私からお話ししましょう。これは一向つまらないものですが。 主人が行方不明になる少し前、光一さんと私とあの洋子さんを呼んで一つの手箱を渡しました。私に万一のことがあったらこれを開け、とこういう命令です。行方不明になって1ヶ月ばかりのちこのことを思い出して、金庫の中から預かってある手箱を出し、3人立ち合いの上へ開けてみると、 中からは不思議な品がたった二つだけ出てまいりました一つは陽子殿の絵と札がついて柄の端が輪になって先へ刀のように少し広くなり四寸ばかり伸びて真っ赤くに切れている銅で作った古代品の貨幣で一つは光一郎殿へと書いて銀で作った可愛らしい鍵ですところでその古銭と鍵はどこへ使うものか 何の足しになるものか少しも分かりませんおお面白いな光一郎さんその鍵ちょっと私へ貸してくださらんか光一郎は母親と左京の顔を見比べましたが別に反対する風もないので時計の鎖から外して銀の小さい鍵を南老人の手の上に載せてやりましたそういして これから向こう側のお嬢さん親子を訪ねるとしましょう。これ、孝一郎。南老人と左京の後ろへついていこうとするせがれを母親は驚いて呼び止めました。あんな場所へ行ってはいけません。あんな悪人のそばへ行くとろくなことはありません。あなたはおやしなさい。メガネを取って編み物の上にそっと置きましたが、 その顔には時がたいフンの色がさっと動きます<お>それから間もなく南老人と左京道之助は建物の右翼に陽子親子の部屋を訪ねておりましたこの方はなんじゃ左京君古戦研究者でもあり探偵でもあるそうです 南さんとおっしゃる方です何探偵何の用があっておいでじゃ主人の行方不明について探索してみたいと言われます何だそんなことならよしたがよかろう名探偵が何人となく時間も金も惜しまずに研究してわからないことが。 そう言っては失礼だがこのご人邸にわかるわけはないうーん老探偵南愛泉堂老人もいっぺんに吹き飛ばされそうです「えんなさいえんなさい」んなさい向こう側の方は何もかも見せてくれたのにこっち側のあなたが見せないというのははなはだ面白くないて。 何何をけしからんことを言うのじゃ。疑わしいことでもあるなら見てもらおう。隅から隅まで堪能するまで見てもらおうじゃないか。向こう側の泥棒猫が何か余計なことでもたきつけたんだろう。ベルを鳴らすと娘が出てきます。この方は探偵だそうじゃ。 笑っちゃ失礼だよ。もっともこの御人体を見せて若い娘に笑っちゃいけないという方が無理かもしれないがハハ <laughs> 娘もたまらなくなってハンケチで顔を隠してしまいました南老人そんなことは一切構わず孝一郎親子の部屋でしたのと同じようなことを根気よく繰り返してさいらしく首を曲げておりましたが 春山氏から残された信濃古銭というのを拝見したいというと娘は黙って引っ込んだが自分の部屋から少し手ずれの下、た聖堂の刀型の古銭を持ってきて父の頷く顔を見ながら南老人へ渡してやりました「これを一日拝借したいがそれはいかんと言ったら」 向こう側の泥棒猫を引き合いに出すだろうあなたを信用するわけじゃないが向こう側より秘密主義だと思われるのがは原だから勝手に持っていきなさるがいいそれはありがたい南老人はケロリとしてそれを各しの中に滑り込ませましたが向き直って なるほどこれは美しい後ろ手に床の間のいちじくを拝見という格好で何を見るかと思うと娘の陽子の顔をつくづく眺めます窓から入る夕日を受けて藤色の洋服に照りはゆる娘の顔の美しさは南老人でなくとも見取れるほどでした夢見る愛子かすむ眉

一晩ゆるゆるとあなたの持っておられる古墳も拝見し私一流の探偵方針も決めたい私の宅それは構わんこんなことには慣れたものでちょっと電話を拝借すれば十分じゃ左京執事の気乗りのしない顔よう子の父の苦々ががしい顔そんなものは点でこの老探偵の目へ 入りませんでした。6あくる日の正午5分前、時計の針を見つめていた陽子は、父親へこう申しました。お父様、あと5分よ。それでは、お前やってみる気か。え、ええ。 あんな変な探偵の言うことが信用できると思うのかい少し調子は変ですけれど、あの方はどこか不思議に人を動かすところがありますわ。私はあの方の言うことを聞いて、ともかくやってみる方がいいような気がしてなりません。おお<ー>。さ、あと3分。 この古銭をどうすればいいのだ。ピアノをどかした後に小さい金属板が壁に打ち付けてあるでしょ。う。その金属板の真ん中に5000の頭の輪になった部分が入るほどの小さい溝があります。そこへ古銭の頭を差し込んで右へ2つ回せばいいんですって。こうか。まだお父様は回してはいけません。もう1分。 大丈夫か。「さあ」父親はまだ不安そうにしておりましたが娘の決意に促されて進駐版の中の溝に古墳の頭を差し込んで1つ2つ回すと今まで壁とばかりを持っていた柱と柱の間の一尺五寸ほどの部分がスーッと内の方へ開いてそこへ真っ暗な道がポカリと口を開きました。 お父様、参りましょう。これ、ようこ、待、ま、った。い,いえ、私はこうしなければならないような気がいたします。あのまぬけな探偵が、今朝早く私を呼び出して、こうこうしろと言った時から、私はもうすっかり決心しているのです。娘の決心に励まされて、父親もすぐその後に続きました。 体を横にしなければ通られないような道が34軒続くとその先には恐ろしく急な階段が奈落の底まで続くように足元に口を開いております大丈夫か。急ななですすよ。お気をつけすって。親子は懐中電灯の光を頼りにその段々を30いくつか下ると今度はやや広い廊下へ出ました 広いといったところでせいぜい三尺そこそこ相変わらず鼻をつままれてもわからぬような恐ろしい闇ですその廊下を2三3 0軒行くと道はやや広い暗室へ入ります湿っぽい不愉快な空気が鼻をついて今にも窒息するのではないかと思われるようです暗室の広さは5坪ほど両方に小さい入り口があって ははレンンガを積み上げ下は全部コンクリート牢獄よりも堅固に不気味にできておりますが不思議なことにその暗室の真ん中ほどのところに6尺四方の鉄板があってその真ん中に1尺そこそこの銀の盆が取り付けられ懐中電灯の光を受けてさんと光っておりますふと気がつくとちょうど向かい合ったもう一つの入り口からさっと光が差して明らかに人越え お母様、大丈夫ですかおお、気味が悪い。何という恐ろしい道でしょう。あんな変な探偵の言うことなんか当てになるのかい。さあ、それは僕にもわかりません。けれども、どうもあの探偵は何もかも見通しているようで、命ぜられた通りにしなければならなかったのです。疑うべくもない、孝一郎とその母親です。 そうわかると陽子親子の表情は足の下に横たわる鉄板のように冷たくなりました懐中電灯が双方から照らし合って敵同士が4人不思議な暗黒世界で落ち合ったことがわかるとあの間抜けな探偵にからかわれたのではないかという考えが4人の胸に同時にひらめきましたけれども事件は急速に発展して それ以上に考える暇もありませんでした。まもなく、孝一郎親子の降りてきた道から、はまきの匂いがプーンと先触れをしてきました。冷たい、カビ臭い一下の密室に上等のはまきの匂い。なんというそれは不思議な取り合わせでしょう。タバコはおよしになったら。南老人の声です。 いや、これだけは許してください。ここの空気は湿っぽくて臭くて、とても叶いません。左京羊の声です。おお、皆様、もうお揃いでしたな。私の言うことを信じて、こんな不気味なところへおいでくだすったことを感謝いたします。三つの懐中電灯に照らされて、ヤギヒゲの南老人は語り出しました。 まず、陽子さんの古墳を貸してください。これを銀本の上に置く。銀本の上には、やはり、古墳と同じ長さ、四寸ばかりの刀型のへこみがあります。それに、聖堂の古墳をピタリとはめ込んで、ぎゅっと右に回すと、銀本はポコリと外れて、その後に、小さい鍵穴が現れます。今度は、孝一郎さんの鍵を拝借。 ご覧ください。春山登氏はこの2人の相続者たちが争うことを好まれなかったのです。お分かりでしょう。この鍵と古銭と2つそろわなければ秘密の宝庫を開けることはできなかったのです。春山氏は幸一郎さんと陽子さんと仲良く遺産を分配するように。 この古墳と鍵を一つずつ分けて残されたのです。と鉄板の小さい穴に鍵を入れて一つひねると手に従って大鉄板はスッと横の方に滑って隠れそのあとへ一間の大穴ものすごい口をパッと開けました驚いてはいけませんよさあ 南老人が懐中電灯を差し向けると中には金銀珠玉と思いのほかうつむきになった人間の死体と真っ黒な桶が一つは,はっ驚きとも恐れともなくよ子と母親は声を上げますよく見てくださいこれが行方不明になったこの家の主人 春山登氏の意外です。空気や湿度や、その他いろいろの関係で、意外は腐食もせず、そのまま死老になっております。がよく見ると、頭に恐ろしい打撲症があるから、人に殺されたことは明白です。え <laughs> 驚いてはいけません。 春山氏を惨殺して、ここへ投げ込んだ犯人が、ここへ蓄えておいた、古銭、春玉、金銀、有価証券、合わせて500万円ほどのものを奪い去ったのです。え<っ>恐怖と驚きにはち切れそうに緊張した地下の闇の中に、こんな技量があろうとも思わなかった南老人は、声さえも若いで、 明解無比の判決を下します。その犯人は誰ですよく分かっている。死骸の沢に大事な証拠が落としてあった。誰ですここにいる。え それ刺す方には、巾着無比と思われた出自の左京道之助。早くも形勢を刺して逃げ腰に南老人の方を旗と睨みます。え、おいぼれ余計なところへ出しゃばるお前は誰だ知りたいかふん。これほどに企んだからくりを見破るのは。 どこの馬の骨か分からぬ古戦家の南老人ではあるまいその通り誰だお前は花房一郎おおお驚いたのは左京道之助ばかりではありません名探偵花房一郎が老古戦家に化けて入り込もうとは誰だって気がつくわけはなかったのです これ、左京、何をうろうろする逃げようったってもうダメだぞ。この屋敷は出口出口をすっかり固めて、蟻の入る隙間もない。悪党なら悪党らしく、神妙に兜を脱げ。ふん、左京道之助は降参しないぞ。よしよし、今のうち存分に威張っておけ。どうして分かったのかというと、 行方不明になった春山氏の執事が、鎮鎮邸へ毎日決まってお茶の時間に行くのを知って、テーブルの上へ古銭をばらまいて一芝居書いたんだ。主人を殺して8ヶ月も経っているから、もうそろそろ隠しておいた古銭を金に変えようと思っていた矢先だから、うまうま引っかかったろう。ふきん。左京道之助、バリバリとはがみをしましたが、さっと飛びのくと、 さあ、どいつもこいつも聞け。この死体のそばのオケへ入っているのは、100ポンド余りの火薬だ。こんな時の用意にと8ヶ月前に入れておいたのが役に立って、最後の切り札を俺に握らせることになったぞ。よるなよるなこの葉巻を持ってきたのもそのためだ。こいつをオケへ投げ込むと、この建物はコッパ微塵だ。 探偵も娘っ子も一連卓章よさあ火のついた葉巻を振り上げると。うぅぅぅぅおおぅ人の男女は必死と逃げ惑いましたが、もとより狭い地下室、今更騒いだところで追っつく道理はありません。ねえくたばれは と穴の中へ。しかも桶の真っただ中へおお<ー>はい転げ踊り騒ぐ男女の中にもう一度ものすごい共感が上がりましたがいつまでたっても火薬の爆発どころかプスリとも音がしませんハハ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 ハ ととうとう笑いい出してしまいましてままた何がおかしい火薬は夕べのうちに片付けてあとへ泥を入れておいたことに気がつかないかねえ<っ>しくじったりと飛びのいて逃げ出そうとする左京道之助を追いすがって後ろから手がかかったと思うとマリンのごとく投げ飛ばして引き起こした時はもう手錠をはめておりますええ 世話を焼かせる。全学男女6人命名思い思いの感動に浸りながらもう一度軽い段々を登って明るみへ出ました外は美しい春の日の午後さようなら皆さん名探偵花房一郎こう言ったまま振り向きもせずダブダブ服のヤギひげのまま 出口で待っていた部下に左京道之助を引き立てさして行こうとします。どうしてあの抜け道や地下の方向が分かったのですすべてそれだけ聞かしていってください孝一郎が後ろから追っかけて聞くと、にこやかに立ち止まって。何でもないことですよ。私は春山氏が行方不明になった当時、紅葉の留守中でこの事件に関係しなかったので、 戸線研究家に化けて新規巻き直しの探偵に入り込んだのですところが最初に手に入ったのはご存知の通りあの古銭と鍵でしょうこの前探査した人たちは多分あれを見逃していたのでしょうがこの事件ではあの馬鹿げたような小さい形見が一番大事な手がかりだったのです私はバカな顔をして両方の部屋を調べてみると予想の通り ピアノの後ろや柱時計の影に不思議な鍵穴があります。そこで古銭と鍵を一晩借りておいて、夕べあなたの部屋からそっと地下の暗室へ入り込んでみたのです。銀本や鉄板を開けるのは何でもありません。穴の中を見ると素人火薬がありますから、火薬だけを他へ移して、今日の昼に両方から関係者一同に入ってもらう段取りにしただけのことです。 入らない気遣いはありません。老人方は相続のことで夢中ですし、左京は万日半席はバレはしまいかとビクビクもので見張っているのですから。左京の奪い取った財産はすぐ出てくるでしょう。泥を履かせるのはわけもありません。まだわからないところがありますか左京が抜け道も知らず鍵を持っていないのに、 どうして主人の死体と火薬を穴の中へ投げ込んでから外へ出たかというのですかそれは私も色々考えましたよ。けれども実地に行ってみれば一番よくわかります。あの死体の入っていた穴の底にもう一つ正面の建物の床下へ抜ける道があったのです。春山氏は 財宝を隠したら、その第三の抜け道は塞ぐつもりで材料を用意しておいたのです。それを知って左京の奴は、その抜け道から財宝と下糸を入れ替えて、後を春山氏の用意した材料で塞いでおいたのです。今日入った道は多分左京も知らなかったでしょう。古銭と鍵のトリックはあまり茶器がありすぎて、左京のような頭の良い悪党にはかえって気がつかないものです。 そうでもなければ、あの暗室へ私らと一緒にのこのこ降りていくはずもありません。あの上からはどうせ開きっこはないと鷹をくくっていたのでしょう。どうだいそれに相違あるまい。探偵は縄付きの作業を帰り見てそう言いました。二三歩行くとまた立ち止まって。お別れに、私はもう一言ご注意したいことがあります。 さて皆さん、特にこれは老人方に聞いていただきたい。相続争いや財産争いもこれで多分一段落でしょうが、老人方が物欲に血まなこになっている間に、若い人たちの命の泉を掘り下げていたのです。最初私は、孝一郎さんと洋子さんが玄関で顔を見合わせているのを見て、その目に燃える光は、 浅ましい物欲とはにもつかぬものであることを悟りました。手っ取り早く申せば、老人方が相続争いに夢中になって互いに憎み合っている間に、若いお二人の胸には可憐な恋が恵んで、互いに慕い合っていたのです。どうぞお二人を一緒にして仲良くこの春山家の財産を継がせてやってください。それが、 私のの頂戴すす。る唯一の謝礼です夕日を受けてパッと鼻白む若い2人の顔を後ろに名探偵花房一郎は南老人の顔をそのままひ々として立ち去りました。